はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はナーサリーが強化されたということで、強化されたナーサリー性能解説していこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。というのでね、ナーサリーね、スキルが強化されました。で、スキル強化されて欲しいところ全部持ってきてくれたということで、普通に強くねって個人的に思っております。というので、まあスキル構成見ていくんですが、もともとは、防御力大アップの、防御力アップ、弱体耐性アップだけだったんですが、そこにアーツ性能アップ3ターンが追加されて、味方全体の子供の NP を 20% 増やす、味方全体の童話特性のサーバントの防御力を3ターンアップするが追加されたという形です。で、これに関してね、普通に強え。その、めっちゃ単純なんだけど、宝具の火力が上乗せされるようになった。まあ、上がったっていうのと、宝具回転率が上がったっていうのと、NP20% チャージ、めっちゃ便利やんっていう話になったんで、これちょっと後々システムできるか確認しに行くんですが、相当いい強化になってるんじゃないかなって、俺は思います。で、この子に関して自身のアーツ性能アップに関しては最大 30% ということで悪くない、めっちゃ強いです。で、全体の子供の NP に関しては 20% 固定になっているということで、ナーサリーに関しては確定で、NP20% が入るっていう感じかな。そういった意味ではめちゃくちゃ便利ですね。で、第3じゃねえわ、味方全体の童話に関してなんですが、まあこれに関しては単純に強い。自身の防御威力を上げることができるし、まあ童話特性持ってるキャラクターっていうのがめっちゃいるかって言われるとそこまではいないんですが、まあ例えばで言うと誰かな、童話特性でしょ、確かね、ミルジーヌとかベニエンマとか、あそこら辺に結構刺さったりするんですよ。ボイジャー君とかも結構確か童話だったはずです。ってなった時に、そこら辺の防具から、防具アップを見込むことができるってなると、普通に強いやんっていう話になるんで、このバフもまあまあ悪くないって感じです。ただ童話特性に関しては正直なことを言うと、バッファー要因として運用することはほぼほぼないかなと思うので、今回のバフに関してはもうシンプルに自身のバフの量が上がって、防具回転率が上がって、防具の火力が出しやすくなったって思ってもらえればいいかなと思います。この子をバッファー運用するかって言われると、正直範囲がめちゃくちゃ絞られてるということで、まあ、趣味パとかだったら使えるかもなっていう感じでバッファー運用してもらえればいいんじゃないかなと思います。あとは単純に第3スキルが NP40% ということで NP60% 持ちになった、これもシンプルに強いかなって思います。言うの忘れておりました。ということで早速ナーサリー運用していこうかなと思います。やっていきましょう。いやけどナーサリーどうなんだろうね、これ普通に防具システムできるかできないかめっちゃ大事なんだよねって思いながら、多分できると思うんだけど、まあそこをね今から検証していこうかなと思います。というのでナーサリーに関して第3スキル使うことによって NP40% 獲得します。そして今回第2スキルで童話のサーバントの NP を 20% 獲得するようになったということで、この時点でアペンドを開けていると、まあ、80% までは本来貯まるという感じです。自分に関してアペンド最大にしていないということで、今回 18% で止まっております。で、もし仮にアペンド開けてないにしろ、キャストリアの NP20% チャージを2回重ねてあげることによってナーサリーの 60% プラス 40%100% という感じになるから、まあここはあんまり気にしないでいいんじゃないかなと思います。で、 NP に関しては 30% ここで残すことができているということで悪くないですね。で、第一スキルに関してはクリティカル運用で強いという感じなんで、まあ例えばで言うとアルトリアに2030年のかけらとかを使ってあげると、まあ、クリティカル運用が気持ちしやすくなるよという感じです。で、そのままコード H 使ってあげてどれぐらい NP 回収してくれるのかっていうのを見ていきましょう。ここで正直 90% ぐらいまで溜まってくれると一番いいんだけど、ワンチャンね 70% とかだった場合うーんってなっちゃうからどうなんだろうねって感じなんですが、 100% 溜まりました。はい、ということで、まあ、よっぽどなことがない限りあれですね、
ナーサリーがシステムできないっていうことはなくなったんじゃないかなと思います。やっぱりアーツ性能1段階上がるっていうのと全体 NP20% つくのはシンプルにいいね。あ、全体じゃないね、自身に NP20% が追加されるっていうのはシンプルに強いですね。で、ここでどれぐらいの NP を回収してくれるかって話なんだよね。やっぱ童話の NP20% とかをうまいこと生かすことによってナーサリー自身で、自己完結できるようになりました。そこにキャストリアのバフを与えて NP 回収していくっていう感じになるんですが、アサシン相手でも 82% の NP 貯めることができてるということで、これシンプルに強いです。めちゃくちゃいい強化もらってるかなって感じです。いやー、ここで NP30%30% 残せて火力最後出すことができるっていうのもめちゃくちゃいいと思うし、うまいこと運用してあげればこの自己改造ですね、でクリティカル運用もすることできるよって感じになるんで、ナーサリーめちゃくちゃいい強化じゃないかっていうか、妥当な強化っていうのが正しいかな。やっぱナーサリーって自バフがなかった分火力がすごい出しにくかったんですよ。今回この強化もらったことによって宝具の火力が上がる、プラス宝具回転率も上がる、システムも安定性上がったということで、ナーサリーに関してめっちゃいい強化もらって僕は嬉しいなって感じです。で、宝具の火力に関しては45万ということで、めっちゃ出てるっていうわけでは正直ないね。やっぱり特攻持ってないっていうのと、この子自身が星4サーバントのキャスターということで、やっぱ火力が出しにくいっていうのは仕方がないかなって感じかな。やっぱキャスターでシステム組めるってなったにしろ結局のところ火力足りないじゃん。だったらバーサーカーとかでぶん殴るよっていう人がねいるぐらいに、やっぱキャスターというクラスはね火力が出しにくいんで、ちょっとそこだけがちょっとっていう感じかな。ただうまいこと運用してあげると第一スキルのクリティカル威力アップ、スター集中と合わせてクリ軸運用もすることができるし、素直にアーツのシステム組むだけフリークエスト周回とかだったらナーサリー使えるようになったしということで、全体的に今回のナーサリーの強化に関しては、来てくれてありがとうっていう感じかな。めっちゃいい強化だったかなと思います。シンプルに火力上がったし NP チャージもついたし、一応バッファー運用もすることができるようになったということで、ナーサリーね、まだ全然育成してないよっていう方に関しては育成してみると結構いいんじゃないかなと思います。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。